聞き覚えがあるようなないような。クラブのメンバーはポルカカカムによってほとんど始末されたと思ってたから、あまり期待してなかったんだけど、あれ、誰かと思えば、あら、戻ってきたな。もちろん、三人の天才が集まるんだから。今はちょうど特別な時期だから、各課が天才クラブの大物を迎える準備をしてるのよ。ミス・ルアン・メイは控えめな人だから、大勢での出迎えは好まないかもしれない。だから彼女の好みに合わせて全てをシンプルにするようにとスタッフには指示したわ。それにね、数日前にもクラブメンバーの肖像画が飾られてる場所に案内して彼女の分も作ろうとしたんだけど断られてしまったの。本当に理解できない。ま、彼女が良ければそれでいいんだけど。ミス・ルアン・メイはお菓子が好きだって聞いてるから、スタッフたちにブルーの伝統的なお菓子を用意させたの。どのお菓子もとても気に入ってもらえたみたい。まあ会えるんじゃない。自分で探しに行けば。ここへ来るなり研究のための移送霊下を借りてそのままどこかへ行っちゃったから。ミス・ルアン・メイは本物の学者よ。以前彼女は休憩でとある砂漠の惑星に立ち寄った時にその地の種を繁栄させるっていう奇跡を起こしたらしいわ。多分ただ何もない場所で自分の生命螺旋システムを試したかっただけじゃない。ルアン・メイは才能があるけど残念ながらほとんど人付き合いをしないし隠居じみた暮らしをしてる。要するに、あなたはこれだけを知っていればいいの。彼女はこのヘルタの学術パートナーになれるくらいの人物だってね。さあ、話を聞いたら出発して。彼女を見つけられるといいね。わからないわ。でも、ミス・ルアン・メイは日常茶飯には興味がないみたいで、普段は主制御部分やホームにしか出入りしないの。そのあたりを探してみたらどうかしら。ルアン・メイは本物の学者よ。以前彼女は休憩でとある砂漠の惑星に立ち寄った時にその地の種を繁栄させるっていう奇跡を起こしたらしいわ。要するに、あなたはこれだけを知っていればいいの。彼女はこのヘルタの学術パートナーになれるくらいの人物だってね。さあ、話を聞いたら出発して。彼女を見つけられるといいね。ホームの端に誰かいる。もしかして彼女か。この方向なら成功するかもしれないな。そうだね、戻ってデータをチェックしよう。
こんにちは。驚かせてしまっていたらごめんなさい。仕事の癖なんです。接触によって知覚を解放し、生命に関する詳細を脳に流し込む。そうすることであなたの生物学的構造を理解しやすくなります。これは脱構築と再構築の基礎です。おや、緊張しないでください。あなたは健康です。完璧な実験サンプルですよ。私はそういったものが好きなんです。ええ、私も嬉しく思ってます。私たち模擬宇宙で会っていますよね。すみません、あまりにも風景を楽しみすぎて夢中になってしまったようです。私は宇宙ステーションにはそんなに出入りしていないので、今日この場所を知ったんです。見晴らしがよく心が落ち着きます。ハスの葉、梅の花、もち米、それからアイシングの香りにぴったりです。ここにいらしてください。ほら、ブルーの惑星が足元に見えるでしょ。生き生きしていますよね。あ、このデザートも美味しいですよ。半分どうぞ。甘いスイーツは花が咲く姿を思い出させてくれます。一口ずつ食べていくと、その香りが口の中に広がっていくんです。あなたにも気に入ってもらえるといいんですが。美味しいですか？次回はもっとつけておきますね。スティーブン・ロイドの元を訪ねるときはいつもイチゴのお菓子を持っていくんです。そうしないと顔を出してもらえませんから。ええ、素晴らしいスイーツですね。角砂糖 10g、 乾燥させた塩漬けの梅の花。焼き菓子作りと料理は宇宙を育てるようなものです。火加減を調節し、司祭を考え、いかなる状況に遭遇しても慌ててはいけません。残念ながら宇宙ステーションは人が少し多すぎます。喧騒はお菓子に最適とは言えません。話は変わりますが、あなたは私の研究を覚えていますか？覚えてない。俺はトイレの物語を研究することしか興味ないんだ。どういうことだ？俺は何を言ってる？そうなんですか。可愛い趣味ですね。ただ今後同じようなことが起きた時は、事態を理解するまで表情に出さないようにしてください。さもないと全身が隙だらけになりますよ。もう一度やってみましょう。まだ何か聞きたいことはありますか？美味しいお菓子だな。もっとくれないか？どうして思ってることが言えないんだ。食いしん坊な方ですね。いいでしょう。レシピを教えてあげます。私と一緒に歩きましょう。美味しいお菓子を食べた後は散歩が最適ですよ。暇つぶしにもなりますし。人がいなくなるとここはとても静かですね。
まるで以前行ったことのあるノーマンズランドのようです。あなたは、あ、生命が存在しない世界を想像することができますか？そこでは地平線の果てにある恒星が見えます。巨大なターコイズブルーの恒星が軌跡に沿って動き、盤上の光の下には白くぼんやりした大地だけが広がっているんです。私と母は静かな氷河を行き、世界中を旅して生命の痕跡、申し訳ありません、少し難しい話をしてしまったようですね。緊張しないでください。私に敵意はありませんし、あなたの言語中枢に手を出すなんてあまりに失礼です。ただちょっと薬を加えただけですよ。数日前、私はヘルタにあなたに興味があることを匂わせました。模擬宇宙での数少ない接触によって確信したからです。あなたは私の助手にふさわしいと。でもこの世界に漏れない秘密などありません。だから私は自分以外の人間をあんまり信用できないのです。緻密な研究をしているときに間違ったデータが一つでも混入すると大きなトラブルになりますからね。コントロールできない問題は嫌いなんです。ですからあなたに渡したお菓子に半自白剤を加えました。体に害はありません。ただあなたが私の質問に答えようとすると本当の気持ちを話せなくなるだけです。私の研究を守りつつ、あなたの身を守るための一種の保護機能だと思ってください。一切の面倒事が解決したら解毒剤をお渡しします。それに見返りとして報酬も渡しますね。あなたの望みをすべて満たしてあげましょう。気にしてるんですか？お互いに腹を割って話すこと自体は可能だと思いますが、それには時間が必要です。宇宙ステーションに到着した時にヘルタからセセルカルが作った位相霊下をお借りしました。他のメンバーの研究成果からヒントを得たかったんです。実際にちょっとしたアイデアが浮かんだので、ここで生命体の培養を試みました。それは一種の生まれながらにして天才である新しい生命体になると思ってました。それらに天才クラブ会員番号8番のラムの名前を付けるつもりだったんですが、どこで何を間違えたのか、それらは意識を持つようになったものの、天才には程遠い存在になりました。しかも私の放任主義は逆効果だったようで、先日新しく育てた数体の小生命体が脱走してしまいました。その後も宇宙ステーションの中で逃げ回っています。ヘルタやアスターには介入してもらいたくなくて、ですからあなたにその小生命体を回収してもらいたいんです。ええ、信じてますよ。この件は彼女たちとは関係ありません。それに関係者が増えると面倒なことになりますから。宇宙ステーションのスタッフたちはまだそれらを訪問客だと思ってるはずです。多くの人を驚かせて不要なトラブルを起こしたくはありません。よろしくお願いしますね。回収した小生命体はどこかに収容すれば大丈夫です。
大使課のスタッフが詳しいはずですから、場所を紹介してもらってください。人がいなくなるとここはとても静かですね。まるで以前行ったことのあるノーマンズランドのようです。そうです、私と母はそこで11もの長い極夜を過ごしました。何？宇宙ステーションで危険な実験品を収容できる場所はどこかって、普通の人間がそんなことを聞いてどうするんだ。待てよ、誰かがお前を送り込んで俺をはめようとしているのか。俺は宇宙ステーションで商売をしてるわけじゃない。特別な隠し場所なんて全然知らないし、クズ鉄とか珍しい宝物とか捨てられた器物のようなものの転売なんてしたことはないぞ。俺は何も隠してないからな。むしろお前こそコソコソして一体何をしようとしてるんだ。理由を言わないなら俺だって何も言わないぞ。ああ、そのことか。そんなことまで知ってるなんて情報通だな。今宇宙ステーションは大混乱してるんだ。ただでさえ大物の来訪で忙しいっていうのに、どこからともなくモンスターたちが現れてな。お前が解決してくれるなら収容部分に行って確認してみればいい。行けばわかる。大勢いる。ここみたいだな。ルアン・メイは研究中に宇宙ステーションのラジオを聞くのが好きなの。しー、静かにして。彼女の熱狂的なファンたちはそのラジオをしょっちゅうチューニングして彼女の趣味を見つけようとしてるのね。えあなたは彼女が何を聞くのが好きなのか知ってる？知らない。俺はいつもラジオで漫才を聞いてる。やっぱり彼女に関することは何も言えないみたいだ。さすがだわ、見るからに漫才が得意そう。ケーキは最高よ。その感情の感染力はすごいんだから。私たち全員にポジティブなエネルギーが伝わったわ。私たちのスローガンは何だったかしら。第一に不満を抱くのをやめ、気持ちを整え、美味しいチーズフォンデュケーキでネガティブなエネルギーをまき散らさないようにする。第二に自己啓発に励み、行動力を持ち、チーズフォンデュケーキの究極の信念を目指して歩み続ける。僕たちの教えはチーズフォンデュケーキの味は最高という点にある。知らないだろう、チーズフォンデュケーキはミス・ルアン・メイの一番の信奉者で、こういう方法で教えを広めてるんだよ。愛を捧げる人は皆ミス・ルアン・メイに対する敬意と愛情をこうやって表現してるんだ。スクリューガムさんの信奉者たちは比較的理性的だけど、彼らも機械貴族の来訪を待ち望んでるよ。へえ、君も興味があるようだね。僕が
チーズフォンデュケーキ様にお会いする方法を教えてあげよう。努力が必要だけど。ミス・ルアン・メイが通った場所にハートをいっぱいに貼るんだ。君の誠意が伝わればチーズフォンデュケーキ様は姿を現してくださる。天才クラブ会員番号81番、ルアン・メイ。有名な生命培養分野の権威で、多くのスタッフが彼女を慕ってる。そのせいか、彼女は宇宙ステーションに来るなり自分がここの主であるかのように振る舞ってるし、ミス・ヘルタも何も言わない。じゃじゃーん、銀河打者参上。これも言えないのか。何を手に入れたと思う？噂から再現されたルアン・メイの生命体培養配合法の低スペック版だ。ここにはこう書いてある。 10g の知性、1トンの練習、30粒の精神、余生徒さんの独習少将。かつて言葉を話す椅子を作り出した。椅子に特別な才能はないが、とても毒舌で、最後は分解して薪として使った。我々も試してみよう。まずは原料選びだ。もう少しいいものを加えないと。あまり入れすぎないように。これらを混ぜ合わせてみよう。いや待て、配合法にはルアン・メイは生命体を育てるときに様々な表現を行うと書いてある。ふん、自分が何を生み出したのか見てみるといい。これがルアン・メイの育てた小生命体。チーズフォンデュケーキ様、お目にかかれ光栄です。おい、何をぼんやりしてるんだ。ああ、チーズフォンデュケーキ様の言葉がわからないんだな。大丈夫、そんな時のために共感覚ビーコンを用意しておいた。俺は天才だ、天才の中の天才だ。
フォンデュケーキ様は、ミス・ルアン・メイはついにこの天才の存在に気がついたようだとおっしゃっている。チーズフォンデュケーキ様は、ミス・ルアン・メイはこの天才を成功作品と認めてくれたのかとおっしゃっている。チーズフォンデュケーキ様は、ミス・ルアン・メイはまだ私のことを生命体として認めてくれていない、もっと頑張らなければとおっしゃっている。なんと前向きなんだ。自分には一つの思いがある。創造主よ、世界にとってあなたは一人の人間に過ぎないが、私にとってあなたは世界そのものだ。ああ、ミス・ルアン・メイ、君、そこの君だ。チーズフォンデュケーキ様に何か言いたいことはないのか。少なくともこのお方への気持ちを示すべきだろう。アズキアッシュに送り込まれたスパイだと疑われないようにな。どっかに行け、ここに来るな。実はチーズフォンデュケーキ様はずっと小豆アッシュと味の戦いを繰り広げているんだ。チーズフォンデュケーキ様は人々の暮らしが前向きであるべきだと信じている。彼らは皆ミス・ルアン・メイに認められることを望んでいるのだが、容易ではない。チーズフォンデュケーキ様と呼ぶのだ。ただわからないことが一つだけあるんだ。チーズフォンデュケーキ様はこれほど優秀なのに、どうしてミス・ルアン・メイに認められないんだろうか。チーズフォンデュケーキ様は本当に彼女の愛を求めてるのに。創造物に対する創造主の愛、親子の情、違うな、愛情、さらに違う気がする。わからない。宇宙の果てがどこにあるのかすら知らない私が、愛とは何かを知ってるわけないだろう。だが愛があればそれでいい。愛とは大声で口にするべきだ。それこそがチーズフォンデュケーキ様の信念なのだから。それはチーズフォンデュケーキ様に聞いてみないと。おお、チーズフォンデュケーキ様が了承されたぞ。
来てくれたんですね。重要な議題があって、ヘルタが私とスクリューガムを宇宙ステーションに呼び出しました。スティーブンにも連絡したんですが、返信がなく、ヘルタは待ちきれないそうです。そこで私と一緒に来てもらいたいんです。どうでもいいようなことでヘルタの心を痛めたくないんです。彼女はほとんど気にしないでしょうが念のため私の話をサポートしてくれる人、つまりあなたが必要なんです。私の手伝いをしてください。とても簡単ですよ。まずは私に関する秘密を漏らさないこと、次に余計な質問をしないこと、最後に自分の表情をコントロールすることです。では行きましょう。来たんだね、ルアン・メイ。待たせた？あれ、あなたも来たの？なんだか仲良くやれてるみたいだね。お会いできて嬉しいです、ミスター。ロンリ、予想より早い再会ですね。あなたは呼んでないけど歓迎するよ。この歴史的な瞬間を記憶に留めておいて、三人の天才が一つの部屋に集まるなんて、いつ以来かな。次はいつになるかわからないよ。皇帝、私たちの交流のきっかけとなるものは模擬宇宙以外はほとんどありません。今回の交流によってどんな思考の火花が散るのか楽しみです。じゃあ単刀直入に言うよ。そろそろ模擬宇宙の仲間をもう一人増やすべきだと思うの。スティーブンを外すつもりですか？まさか。スティーブンはこの件に関わりたくなかったみたいで投票を放棄したの。それ自体は別に構わない。私は個人のライフスタイルを尊重するからね。でも彼がこの決定に関与するチャンスはもうないよ。質問。模擬宇宙に5人目の協力者を引き入れるのですか？そう、5人目の天才。私たちがここに集まっている理由もわかってるでしょ？答え以外に天才クラブのメンバーを一箇所に集められるものなんてある？アイオーンの秘密を拒めるものなんていない。ザンダーでも無理だよ。誰かが私たちに応じるはず。やってきたのがポルカ・カカムだったら。願ってもないじゃない。ロード・オブ・サイレンス、聞こえる？私はヘルタ。あなたに会いたいの。私たちには共通の話題がたくさんあるはずだよ。ボルカ・カカムは応じないでしょう。彼女は長らく音信不通になっています。確率、原子博士なら現れる可能性があります。ああ、それはダメ。原子博士の悪名高い研究の数々には目をつぶっても、彼と巡回レンジャーの確執を考えればカンパニーが騒ぎ立てるはず。模擬宇宙が妙な世論に巻き込まれるなんて絶対嫌。ヨセイトは？ルアン・メイ、あなたと彼女って今も付き合いはある？彼女まだ生きてるの？その話題について話し合いたいなら、彼に席を外してもらう必要があります。長く退屈な話になりますから。他の人の時間を無駄に奪うつもりはありません。ええ、もちろんいいよ。彼はあなたが連れてきたんだから、どうするかはあなたが決めて。さあ
私が送りましょう。そうだ、これは何？プログラムエラーのようですね。ねえ、このルアンメイの切片だけど、模擬宇宙の中で見たことはある？模擬宇宙は俺の家だ。ああ、またわけのわからないことを言ってしまった。偶然発生したエラーイベントでしょう。まあいいよ、構わない。見て見ぬふりをするのは慣れてるから、手間も省けるし。ただそれを残し続けるつもりなの？はい、記録によれば彼はこのイベントがお気に入りのようですから。わかった、いいよ、研究に有益なら何をしようと構わない。さあ、親愛なる友、私が送りましょう。どうしたの？まだいたんだね。現れたやつ次第かな。宇宙ステーションの空気は快適ですね。結論、その中を知識が流れています。彼の本名は知りません。かつて原子博士は数多くの非人道的な罪を犯したため、有機生命体ではないのかもしれないと考えている者もいます。論理、無機生命体も有機生命体も平和を尊重すべきです。私の考えすぎだったようです。どうやらヘルタの気まぐれだったみたいで、本当にただの勘違いで何よりです。でもどうやら逃げられないようですね。しばらくここに残る必要があります。私にとってカイニは一番の頭痛の種なのに。そういえば、あなたが回収してくれた主制御部分の生命体を確認しました。本当にありがとうございます。いいえ、それは誤解です。ただヘルタが会議をしている時間を使えば、あなたはもっと自由に宇宙ステーションを探索できるでしょう。早めに伝えておきたいことがあるんです。会議が終わった後では間に合わないかもしれませんから。生命体回収はまだ終わっていない。一体だけではないんです。封鎖部分に保管されてる生命体がいますから。以前ヘルタはその場所を使って銀河の各地からの訪問客や天才クラブのメンバーをもてなしていました。しかし反物質レギオンの侵入を受け封鎖されてしまったんです。今もまだ私の大きなトラブルがそこに保管されています。ええ、宇宙ステーションの秘密はあなたが思っているよりもたくさんあるんです。ヘルタも同じですよ。ですが教えられる情報もあります。その場所は人間の形をしていない訪問者のもてなしにも使われていて、宇宙空間へとつながっているシャトルバスがあるんです。私のコマンドカードをお渡しします。手を出してください。あなたの指紋を入力しますから。親愛なる友、気をつけてくださいね。どうしても解決できないような危機に遭遇した場合は信号を送ってください。後の影響など考えず、私自らが出向きますので、覚えててください。封鎖部分の中央には巨大なシャーレがあります。そこに私の大きなトラブルが保管されています。
ホームに戻ってきたら会いに来てください。その時にはすべてわかるはずです。封鎖部分、どんなところなんだろう。制御部分にいた生命体とは違うみたいだ。 GG ミスヘルタ、封鎖部分を解放。 GG 異界の生物、銀河の訪問者のもてなしに使用するため、高危険度警戒エリア。 GG サービススタッフ、無機生命体。 GG すでにルアンメイ氏を承認済み。ミスヘルタ曰く、彼女の好きにすればいい。ジジ機密エリアレベル1です。ジジ各種 VIP。 ジジ危険かもしれない人物。ジジミスヘルタの危険な器物の収容。ジジルアン名士の生命体培養。 GG おもてなし。 GG 訪問客様、何をお調べしますか。地下1階中継中枢。 GG 地下2階シャトルバス、シャーレ、危険な器物の収容。 GG 廊下危険。 GG おもてなし。 GG 訪問客様、何をお調べしますか。中には入れません。 GG 50% の確率でまだ検索可能なルートがあります。ナビゲーションが必要と判断。 GG 地下へ行き、培養へのルートの記録を探すことをご提案します。 GG お前の役に立つかもしれないな。
ネビはとても面白いですね。残念ながら研究が終わる前に消えてしまいましたが、そこで新たな試みを始めました。今回の2つのサンプルは順調に成長していますから、概念に私個人の好みを加えてみました。この結果がどうなるのかは分かりません。同時に2つの感情的な特徴を持つ彼らは、可愛らしく弱く繊細で涙もろい反面、凶暴でそそのかしたり横暴だったり自信を持っていたりします。そして面白いことに、彼らには同じ傾向があります。自分の創造主を慕い、それに対して赤子が母親を、生命が食べ物を、人が人を思うような不思議な感情を抱いているんです。ん？ドアの外から物音がする。言っていたトラブル、味を変えただけじゃないか。私はルアン・メイに認められた作品じゃない。ネガティブなエネルギーが多すぎる。ネガティブなエネルギーは嫌だ。ルアン・メイ。私は失敗作なの。何の音だ？ほら、ついてこい。大丈夫だから。この子を落ち着かせる場所を見つけないと。さっきの音は近くから聞こえてきたな。鍵のかかった部屋みたいだけど、どうやったら入れるんだ？どんな結果であろうと俺が背負う。海の魚水、どんな結果であろうと俺が背負う。どんな結果であろうと俺が背負う。
いたなんて。お前もここにいたのか。ここは一方通行の通路の反対側みたいだな。アチャが機械の街で過ごした最後の年月は、彼女のような長寿の生命体であっても終わりを迎えるという気づきを私に与えてくれました。今回の培養結果は不合格だったと断定できます。生命の形は無数にあります。だからこそあり方自体には何の意味もないと証明しているのです。この生命体たちはそれぞれの概念で非常に遠くまで進み、さらには共感覚的な連鎖反応まで引き起こしました。しかしそれは私が求めてるものではありません。わからなくなってきたんです。生命の本質という問いにそもそも答えはあるのかと。ザンダー、あなたもこのように迷い、そして絶望したことがあるのでしょうか。もっと前に行くように合図してるのか。生命とは色鮮やかで美しいもの、私はそう信じてます。その輝きはまるで咲き乱れる花のようで、私はその中から永遠に枯れない一輪をつかみたいんです。物事の法則は雑然としていて、感動的な表面を持ちながらも内面はシンプルで質素なものです。万物は原因に帰属し、一行の公式で衆生の迷いを解くことができます。物心がついた時から私は微生物の生命の痕跡を観察することが好きでした。例えば粘菌が物体を飲み込む速度など。私は広大な世界を見渡し、宇宙の進化過程を学びました。それらはどれもシンプルでした。私が明らかにしたいのは生命の本質。どの個体も持ってるものでありながら自覚していないものです。存在している物質であろうと、それを超えた未知のものであろうと、科学に対して盲目的にならないように、私は慎重に疑問を提起しました。果たしてルアン・メイは座標軸のように外部の混乱を剥ぎ取り、生命の最も美しく根源となる存在の在り方を明らかにできるのでしょうか。ふと私はある生命の在り方を思いつきました。それはたとえ私でも不可思議だと認めざるを得ない存在。それこそが、ね、どんな結果であろうと俺が背負う。
この子に良さそうだ。少しここにいよう。何かが開いたような。だけが使用できます。証明書を提示してください。 GG 認証成功。 GG 以下のサービスから選択してください。 1. 培養履歴の紹介。 2. 無期生命体の交流サービス。本機能は壊れています。 GGこれは？私はある生命の在り方を思いつきました。それはたとえ私でも不可思議だと認めざるを得ない存在。それこそが司令です。司令とは何なのか私は理解できていません。学者はそれをアイオーンの力の代行者とみなしています。ではそれはいつから、そしてどの点において他の生命体よりもアイオーンに近くなったのでしょうか。最初に私は天才を育てようとしました。でも失敗しました。この問題はまだ未解決で探索には長い道のりが待ち受けています。ですが宇宙において運命の道は知恵だけではありません。理性を捨て他の道を歩めばより原始的でより純粋な指令になるのではないでしょうか。それは当然のように実在していました。タイズルス模擬宇宙を通じて私は宇宙の光害の一部始終を垣間見ました。そして虫の王とその子孫のデータを手に入れコピーし培養しました。それによって新たな研究分野を切り開いたのです。合理的に判断すれば私はきっと成功するでしょう。私が復元したそれはこれまでになかった生命体を生み出すはずです。ヘルタとスクリューガムはこの実験を気に入るでしょうか。いいえ、ありえません。ですから彼らが気づく前に急がなければ、そしてふさわしい助手を見つけなければなりません。認証成功。 GG 以下のサービスから選択してください。 1. 訪問者履歴の紹介。2. シャーレ入り口の開放。ルアン名詞 GG 異界の生物 GG 石膏島の男 GG 前回より増えてるような。権限開放 GG 上の階から音が聞こえてくる。
どんな結果であろうと俺が背負う。奥に誰かいるみたいだ。誰だろう。見よ、天才的な一手。どうやって破るべきか。そう聞くのはアホだけだ。ここに打ちさえすれば。悩んでいるようだな。トラブルか。あ、それなら自分で何とかしろ。何をぼんやりしている。時間が有り余っているのか。そうは見えないが、エレベーターで下に向かえば君の探しているものが見つかるだろう。質問をする前に考えてみろ。今解決しようとしている問題にその答えが有益かどうかを。もし有益でないなら聞かない方がいい。僕たちにとって時間は明らかに貴重なものだからな。まあいい、手本を見せてやろう。僕は君を知っていて、君がルアン・メイのために働いていることも分かっている。宇宙ステーションの訪問者だった僕は誤ってここに入り込み、彼女の実験を目撃してしまった。僕の目的は君と大体同じで、君が来た以上僕は干渉しない。しかし君が失敗した場合、僕は強引に介入し不要なトラブルを防ぐだろう。以上、君はこれだけを知っていればいい。非常に効率的なコミュニケーションだ。アホを視界に入れたくないからだ。もちろん彼らも僕のことを見たくないだろう。本物のルアン・メイの創造物は下の巨大なシャーレに隠されている。行くといい。このエレベーターに乗り、天才の傑作を見届けろ。大きな部屋だな。宇宙ステーションにこんな広々とした場所があったのか。クローン、どうして。
け。ナイスヒーリング。怯えることはない。健康のさあ飲め。私を楽しませてくれる。戦輪は総理よう注が。任せろ。君らはこの力について何も知らない。生徒し、君らに選ぶ余地はない。ガツンと来るやつで行こう。退け。この力が騒いで天候の波。逆かよ、避け。ナイスヒーリング。もうじゃ再臨。ガツンと来るやつで行こう。バトル体験を改善しないと。2倍速ってこんなもん。非可落葉の世なり。いいの。リポップしよう。戦輪は権限した。総理よう注が。宇宙ステーションが奴に殺されてしまう。君らはこの杖とし、君らに選ぶ余地はない。健康の荒波。私を楽しませてくれる。始めよう。退け。息を授けん。時期を読んだいい資料だ。もうじゃ再臨。健康の花なり。さあ飲め。戦輪は権限した。総理よう注が。お別れの時だ。リポップした。使うつもりはなかった。天候のあるすぐ餌にかかる。バトル体験を改善。2倍速ってこんなもん。任せろ。君らはこの杖とし、君らに選ぶ余地はない。天候のあるさあ飲む。それは自身の存在を維持できず消えてしまいました。まるで存在しなかったかのように。脅威は排除された。ここを離れよう。これで終わったのか。戻ってルアンメイに問いたださないと。
天才たちの会議は終わりました。模擬宇宙の未来については結論は重要ではありません。重要なのはあなたの方です。どうやら怒ってるようですね。申し訳ありません。何も弁解できません。これまで無数の実験に失敗してきましたが、結末もすべて予想の範囲内でした。私はクローンを作り出しましたが、それとあの指令は結局似ても似つかないものでした。はい、計算結果と一致しています。56秒、寸分の狂いもありません。時間と場所の制約により、その生命の編成は中途半端なものになってしまいました。私はそれが誕生する瞬間を再現しましたが、すぐに粒子となって消えていったんです。すべての生命のあり方と同じように、終点に向かう過程で徐々に結末を迎える。それを排除するつもりはありません。しかし短い一生にも意味はあるはずです。私はそれが何を成し遂げられるのかを知りたいんです。それは私が未解明の領域からどれだけ遠くまで外に出られたかを示してくれますから。取るに足らない一歩、予想通りの答えです。言ったはずですよ。あなたが乗り越えられない危機に遭遇した場合は、私が表に出てそれを排除すると。事実、私は何もかもが計画通りに進むのは嫌いなんです。変数のない実験は退屈ですからね。だからこそ私は嬉しいんです。こういったほぼ予定通りのストーリーにも思いがけない喜びがありましたから。家庭の中で誕生したこの子たちには時々心を打たれます。それは認めます。私はこの子たちに人間的な反応があると思っています。神聖とは相反する概念。つまりこの子たちには感情があるのです。感情はポジティブとネガティブ、どちらの可能性もあります。ですがその中でも心の奥底にある愛は永遠に不変なんです。この子たちは天才とはほど遠い。なのでそういった愛が友情なのか愛情なのか親子の情なのかを区別できません。しかし天才ならそれを区別できるんでしょうか。少なくとも私にはできません。私は愛が何なのかがわかりませんし、この子たちの感情に応える術もありません。あなたには私が間違ってるように見えますか？でも答えなくても大丈夫です。私はただ感じることがあったから口に出しただけなので。この子たちの面倒はどう見ればいいんでしょうか。宇宙ステーションに留まるのが最善の選択かもしれませんね。これではとても無責任ですね。申し訳ありません。自分の創造物に対してどう向き合えばいいのかわからなくなることがよくあるんです。半自白剤の効果ももうすぐ切れます。これから誰かが私のことを話題にしても
自由に話していただいて結構です。会ったことがないと言っても構いません。どうせ私たちの間にある記憶もすぐに霧のように消えてしまいますから。この世界に漏れない秘密はありません。話したくない過去があるせいで私は自分以外の人を信用できません。秘密を秘密のままにする最も完全な方法はその秘密を破壊することです。最後に判事白罪は、私たちが共有したこの時間のことをあなたの記憶から消してくれるんです。その効果に即効性はありません。ゆっくりぼんやりとした過程なんです。まるでハスの葉、梅の花、もち米、アイシングの香りのように。誰かが宇宙ステーションで自分勝手な実験をしていたことを思い出すかもしれませんが、それが誰なのかは忘れるでしょう。もしかしたらいつの日か私たちは再会するかもしれませんが、私とこの件を結びつけて考えることはないはずです。こうして生命同士のつながりは消されるのです。友情、秘密、葛藤、欺瞞、すべてが煙のように消えていきます。そうすれば私たちはもっと楽になれるんです。ええ、そう信じています。スクリューガムはしばらく宇宙ステーションにとどまるでしょう。彼とヘルタにはまだ解決できていない問題があります。私はもうすぐここを離れますが、わざわざ皆さんに別れを告げることはしません。私が話したノーマンズランドのことを覚えていますか？研究が一段落したら暇な時間を使って一人で再び行ってみるつもりです。時々ヨセートのことが懐かしくなります。彼女はいつも別れ際に美味しい飲み物を作ってくれました。ポルカカカムには出会わないことを祈ります。遭遇すれば厄介なことになるでしょうから。次に天才たちが集まるのはいつになるんでしょうね。他に何か私に言いたいことはありますか？答えが難しい問いですね。ありがとうございます、私の助手さん。機会があれば、そしてあなたが望むのであれば、またいつか出会った時一緒にノーマンズランドへ行き、穏やかな氷河を旅しましょう。しかしそうなるとそこはノーマンズランドではなくなってしまいます。実に難しい問題ですね。